皆さん、こんにちは。今回の動画はフェイトステイナイトのヒロインの一人で、どのルートでも大活躍の遠坂凛の解説を行っていきます。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。1. プロフィール。フェイトステイナイトにおけるヒロインの一人であり、同時にプロローグの主役を務めております。アンリミテッドブレードワークスルートのヒロインですが様々なルートで活躍し、ゲームにおける設定の説明役でもあります。表向きはホムラバラ学園2年 A 組所属のミス優等生で、エミヤシロウや武藤真治が密かに憧れる同級生です。フェイト、フォローアタラクシアでクォーターと自己申告しており、飛び立て、超時空トラブル花札大作戦、にて父の時臣が、桃園のエーデルフェルト、と発言しているので、おそらく父がハーフであると思われます。その実態は冬騎士一体の魔術師を支配する管理人である、遠坂家の六代目当主です。フェイトステイナイト本編ではどのルートでもアーチャーのマスターを務めてます。フェイトステイナイトの最重要キーパーソンであり、主人公のエミヤシロウがいても彼女がいなければ物語が成り立たちません。またその一つ前の聖杯戦争であるフェイトゼロでは幼年期の姿が描かれています。趣味は白いじくりと宝石磨きで、遠坂の魔術は高価な宝石を多用するためお金には細かく、元となる宝石は人の手から離れた宝石の方が魔力を入れやすいという理由もあり骨董商から買い入れています。また父の代まで遠坂家は経済的には豊かでしたが凛の代ではかなり厳しくなっています。これは単に宝石に金額がかかることもありますが、父の死後、後見人である琴峰喜麗がずさんな土地管理をしたため、遠坂家の保有する不動産が人手に渡ってしまい、賃料が大幅に減ったことと、父と清美が考案した魔術の特許が陳腐化し、収入として期待できなくなっていたことが大きく響いていたとされてます。ちなみに彼女秘蔵の宝石は1個数千万近くの価値になるとのことです。中華料理を得意としており、料理全般が得意な四郎より上ですが、四郎自身が中華料理にただ辛いもんだ、という先入観があり、比較的不得手としていたからでしょう。なお、魔術師の家系で育ったためか極度の機械音痴で、携帯電話やブルーレイレコーダーなど家電レベルのものでも全く使えないという弱点があります。フェイトゼロにおいて父と清美も使えないのかは不明ですが、ファックスなどの近代的なものを嫌っている描写があり、エミヤ切り継ぐと対照的な人物として描かれていることから父の性格を受け継いでいたのかは定かではありませんが、小さい頃から家庭環境に機会がなかったというのは影響しそうです。聖杯戦争の敵として本来は素人対立する関係にありますが、状況によって共同戦線を張らざるを得ないことがほとんどということもあり、魔術師として、そして聖杯戦争のマスターとして素人同然の四郎の師匠代わりにもなる存在です。2. 性格。黒髪をツインテールにし、黒い目を持ち、ニーハイソックスを履いている設定ですが、絵ではツーサイドアップ、壁眼、サイハイソックスになっています。厳密には差別化されるところがありますので気になる方は調べてみてください。容姿端麗、彩色兼備の優等生を演じています。無論、それを完璧に演じきれるだけの能力はありますが、凛の性格からしてみればそれは何重にも猫をかぶった状態であり、本来の彼女の性格を一言で示すならば、四郎が表した赤い悪魔、が最適です。やるからには徹底的に、が心情です。その本性を当初から察していた誘導一世は彼女のことを嫌っています。一例になりますが朝は特に低血圧らしく非常に寝起きが悪いため、共闘のためにエミヤ邸で寝泊まりするようになった時、凄まじい顔をして現れた遠坂凛に最初はエミヤシロウの中の過去の優等生の姿が瞬時に崩壊するほどでした。しかし元の彼女はおおよそ魔術師らしい魔術師であり、基本的に自分のために行動するのが魔術師なのですが、父と清美氏同様、作中、時に彼女の非情な面が覗くこともあるのですが戦いに巻き込まれて死亡寸前のシロウを長年魔力を貯めた貴重な宝石を使って治療したり、
イリアの心臓を埋め込まれて肉の塊となった的を信じを助けようとしたり、その後もなんだかんだでどのルートでも共闘します。また彼のおじいさんであり、と大阪の家が魔術師となった初代であると大阪直人は、第二魔法の使い手であり同時に師匠であるゼルレッチをして呆れるほどの善人とのことで、うっかり属性も含めて父親より祖父の性格を強く受け継いでいるようです。また元の面という意味では恋愛面に関して割と乙女であり、興味がない人間からのアプローチはあっさり跳ねのけますが、気に入った相手に心から褒められると照れてしまい、調子を崩してしまいます。ストレートな愛情表現となればなおさらで、とあるシーンで全く予想外の方向から四郎に好意を示された時に真っ赤になって硬直してしまったことも、そういった面からも、彼女はファンからの人気が高いのです。3. 能力。魔術か色はメインが40、サブがそれぞれ30の100と極めて多く、また魔力量は平均を40とするなら、リンはメインに500、サブに500と才能の塊と言っても過言ではないです。ちなみにこの魔力量はサーバントの宝具を使用できるレベルの魔力量とのことで、実際、アンリミテッドブレードワークスルートではまだ魔力量が不足していなければ使えるが、魔力不足なので実質使えないという状態のエミヤシロウに、一時的に魔力供給をすることで固有結界の発動を可能としていることからも見て取ることができます。また魔力容量の半分程度なら1日程度で回復し、属性を2つ持てば優秀とされる魔術師にあって、魔術の属性はケウナ・アベレージ・ワンと呼ばれる五大元素使いです。平たく言うと基本となる属性を全て扱えます。魔術か色も魔力量も通常の魔術師より桁違いであり、まさに才能に恵まれた魔術師です。しかし才能に恵まれすぎているがゆえに何を極めればいいかという贅沢な迷いがあるとのことです。護身用として八極拳もどきをたしなみ、その師匠は琴峰綺麗ですが、もともと祖父の大阪直人が武術を持って根源に至ろうとした人物であるため素養もあったと思われます。ちなみに魔術以外でもその天才ぶりは変わらず、努力すれば割と何でもできる、という超人です。しかし、先祖代々、大阪家の人間は肝心なところで凡ミスをすることが多く、あらゆることをそつなくこなしながらここ一番で失敗する、遺伝、とまで強く表現されてますが、メタ表現なのか実質的な意味合いがあるかは不明です。ただ聖杯召喚に関わった御三家はそれぞれ特徴があり、大阪はうっかりで失敗し、マキリ・マトウは様子見で気を逃し、アインツベルンは全てが裏目に出ることで決着がつかないという要素があるためそれを表してると思われます。これに関しては、因果律等が設定に盛り込まれる世界観であるため何かしらの意味があると考えられます。しかしそんな大阪家の家訓は常に余裕を持って夕方れ、なのが皮肉です。父と清美はこの家訓とうっかりゆえに命を落とし、林当人もセイバーの召喚に失敗してます。最も厳密には失敗ではないのですがそちらは口述します。実際の戦闘においては、北欧の魔術、ガンド、と宝石魔術を駆使して活躍します。ガンドは人差し指で指さすことによって相手の身体活動を低下させて体調を崩させるという間接的な呪いで、対象を視界に収めて打つため、ガンド打ちとも呼ばれます。またガンドの強力なものを、フィンと呼び、本来は物理的な破壊力を伴うものではありませんが、高密度な魔力をまとったフィンは弾丸並みの威力を持つとのことで、リンのはフィンのガトリング並みとのこと、エミヤシロウとの交戦時、です。人を指さす行為は失礼だというのはこのガンドに由来するという説があります。それに加えて前述した中国拳法まで使え、人間の魔術師としては優秀です。しかし、そもそも人外の化け物であるサーバント同士の戦いにおいては、非戦闘員よりはマシ、といった程度の戦力で、基本的には支援、式です。ただ作中の彼女やシロウの戦力的状況がひどいことが多く、窮地に立たされることで彼女が戦闘せざるを得ない場面も少なくありません。4. 経歴。そもそもの始まりは父と清美が第四次聖杯戦争に参戦することから、フェイトステイナイトの冒頭は父が彼女を疎開させる際の別れ際の場面から始まります。その時、
リンはすでに父が帰らぬ人になることを予感していたそうです。フェイトゼロでは最初は無邪気な少女の姿を見せますが、その当時、すでに弟子という形で遠坂の家に来ていたことみね綺麗のことを嫌っていました。第四次聖杯戦争では、父は弟子の卒業という意味で用意したアゾット剣を手渡しした直後にことみね綺麗に殺害されてしまいます。当然それはリンには伏せられ、かつ彼の悪意から父の形見として、そのアゾート剣を受け取ることとなります。その後はことみね綺麗を後見人として彼女一人で魔道の道を歩んでいくこととなります。フェイトステイナイトの初動としては最優のサーバントとされるセイバーを召喚することを目標に動いてきましたが、召喚の触媒が用意できず自身の魔力を込めた宝石で儀式を行います。それでも十分セイバーを召喚できる目算でしたが、家の中の時計が全て狂わされており、魔力が最高潮となる時間よりも早く儀式を行ってしまう、といううっかりをやらかしてしまい、結果アーチャーを召喚してしまいます。しかしこの点についてはもっと根本的なうっかりが重なっていました。まず家の中の時計が狂っていた理由についてリンは父の仕業と推測してますが、本当のところは作中語られていません。設定上では実際にあれは父と清美の仕掛けたことのようで、こんな異常に気がつかないようでは聖杯戦争は早い、と用意したとのこと。さらにフェイトにおける最も重要で有名な話ですが、そもそもリンはあの状況でセイバーを呼び出すことができません。理由は主に二つあり、一つ目は英霊召喚に触媒は必須であり、未来においてですがリンの所持する触媒はエミヤシロウを救う秘蔵の宝石だけだったためです。二つ目に英霊エミヤにはステータスの都合で絶対にセイバーとして召喚できないという都合があります。セイバーとして召喚されるためには魔力以外のステータスが最上位である必要があり、全般的にそこまでステータスが高くない英霊エミヤはその条件を満たせないからです。その後、偶発的にセイバーを召喚したシロウと遭遇し、ルートや媒体で途中経緯は異なるものの、最終的には同盟を組み、共に聖杯戦争を戦います。5. 作中での活躍。ここで若クルーとのリンの活躍したシーンなどをピックアップして解説していきます。セイバールートでは中盤、イリアに拉致されたセイバーを救うべくシロウと共に城に出向くものの、すべてを看破されており、地の分では、アーチャー、時間稼ぎをして、と実質死ねと命じたという前置きがあり、その切り返しとしてフェイトステイナイト随一の人気セリフ、ああ、時間を稼ぐのはいいが、別に、あれを倒してしまっても構わんのだろう、に繋がっていき、アンリミテッドブレードワークスルートでは最終局面にて、セイバー、シロウと共に的を信じが聖杯と化したそれを破壊しに行きます。シロウはギルガメッシュと対峙し、リンは的を信じを切り離せば聖杯の活動は停止すると読み救出に向かい、信じを引き剥がしますが、救助した的を信じを聖杯は再度取り込もうと必死にリンと信じに絡みついてくるため、万事休すかというところでアーチャーが再び出現。聖杯の肉片と、ドロー幾度の投影で爆撃し撤退路を用意してもらうことで脱出に成功し、事件は無事収束します。最後には今にも消え入りそうなアーチャーにリンは再契約を申し出ますがアーチャーはこれを拒否。それではアーチャーが救われないというリンに対してアーチャーは自分の過去であるエミヤシロウを頼むといい。それに対してリンはあんたみたいにならないようにするから、と必死に言葉を紡ぎます。アーチャーはそれを聞くと、答えは得た。大丈夫だよ遠坂。俺もこれから頑張っていくから、と言い残し消えていくのですが、そういう彼の顔は過去の自らの存在であるエミヤシロウを彷彿させるものでした。なお、エミヤシロウは遠坂リンと一緒にいる限りは英雄エミヤにはならないという設定があります。この約束もそうでしょうが、遠坂リンという人物の持つどこか楽観的で、苦労した人は必ず報われなければならないという価値観を持つ世話好きな彼女が隣にいればエミヤシロウは報われるということでしょう。またエミヤシロウは未来にて最後友人に裏切られるというのがあるのですが、その友人というのが消去法的に的を信じなのではないかという説があるため、そこから考えてもアンリミテッドブレードワークスルートでは信じが魔術に固執しなくなっており、付き物が落ちたようだと言われるほどであることから、
そういった未来が改変されているからという可能性もありそうです。HF ルートではかなり桜に出番を取られている感がありますが、バッドエンドがかなり強烈なものが多く、桜を殺したり、逆に桜に虫くらに放り投げられて殴られるなどインパクトが強いものが多くあります。ただ最終決戦に臨むにあたり、彼女が用意した宝石ケンゼルレッジはフェイトステイナイトの中でもかなりの法外なアイテムであり、シローの投影、イリアの知識、と大阪家にある宝石ケンゼルレッジの設計図が重なり合って完成されたものです。また劇中彼女は桜に向かって桜の放つ黒い何かを宝石剣で切りつけまくりながら、どんなに魔力があっても蛇口が小さいから対応できる、こっちは平行世界から持ってくるから魔力量は無限、などと言いつつ、実は大きなリスクがある。といった形で作中表現されているのですが、実際にはもっと制約がいろいろあり、言葉巧みにそこは見えないようにと戦闘を繰り広げてます。まず隠していたデメリットは劇中語られませんが、この剣は一振りするごとに腕の筋繊維が1本ずつ切れていき、一振りごとに激痛が走ります。ここが作中の重要なポイントですが、実はこの剣は他にも制約があり、そもそもこの剣から放たれるエネルギーはその人の魔力量に依存しているため、リンは桜に対してどんなに魔力量が多くても蛇口が小さければ、と挑発してますが、つまり蛇口のサイズに依存してたのはリンも同様だったのです。魔力量が小さければ蛇口も小さくなるため、厳密にはリンは魔力量依存ですが、ただリンも桜も同様に規格外でありつつも同レベル、だったということです。最後は魔術師としてのけじめとして桜を自分の手で殺そうと見せかけて、あえて桜の攻撃を食らっています。どのルートでも結果的に遠坂凛は一度と系統に出向くことになっており、主に土地の管理者であるため、魔術が露見したことに対しての説明のケースもあれば今後の進学先として留学先となると系統を見ておくため、などです。そこで彼女の永遠のライバルであるルビアゼリッタ、エーデルフェルトと出会うことになります。最初はお互いうまくいく予感を持ってましたが、素性が知れると一気に険悪化し、プロレスと八極拳が飛び交う魔術師の戦いが繰り広げられます。以降、彼女たちが同時に出席する授業には参加しないというルールができるほどの大暴れでした。そしてお約束のようにエピローグで帰ってくることになります。帰国後はシローの相談に乗ったり、町の調査をするという重要なファクターをこなしながら、シローの部屋にエロ本がないかセイバーと探ったり、文化祭の話し合いの場を提供するために遠坂家に招待したり、魔法少女、軍師、箱入り娘になったりと日常面でも活躍します。またリンのうっかりは晩年になると治るとのことです。6. その他の作品。フェイトステイナイトの後の話となるロード、エルメロイ2世の事件簿のさらなる続編。ロード、エルメロイ2世の冒険にてメインキャラとして登場しています。エルメロイ教室の一員となっており、エルメロイ2世を先生、と呼んでます。第一巻では夏季休暇を利用してシンガポールでとある宝をサルベージしようとしてました。その際にエルゴと出会ったことでエルメロイ2世とグレイをも巻き込んだ大冒険に出ることになってしまいます。フェイトステイナイト、およびフェイト、フォローアタラクシア、などで語られていたルビアとのプロレスエピソードは今作でもエルメロイ教室の語り草となっています。同作品は現在も未完でありますので、よろしければ手に取ってみてはいかがでしょう。このままエルメロイの物語が続くのであれば、聖杯解体戦争の話までしてくれるかもしれませんね。今回の動画は以上になります。これからも片付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。